メイコさんです。よろしくお願いします。メイコさんはヨガを始めたきっかけはありますか？ツボの刺激をする、そういったシール状のピアスみたいなものですけど、それで体の方を健康と美容と健康と、あとそうですね、いろいろアプローチできるという。これは本当ピアスじゃないと思います。これシールのピアス。へえ、すごい。こんなにチタンのツボがついていて、こういう感じに、はい、肩こりとか、すごい腰痛ですとか、はい、色もありますので、はい、これをすごいですね。月の6日、7日、ママのハッピーイベントというので、ママのハッピーイベントというので、イライラいいですね。イライラとラベンダー合わせるとそう、女性ホルモン、女性ホルモンにいいものです。そういうブースを、メイコさんやるんですね。はい、はい、素晴らしい。三つぼジュエリーのサロンでリニューバランスというサロン、土曜日の方に出店しておりますので、よろしければお時間のある方はお台場まで来てください。女性らしさが出てます、はい、ちなみに犬のハンカーレの方はどちらですか？犬ですね。犬、犬が好きなんですか？従順なところが、確かに従順ですね。素晴らしい。じゃあ最後にですね、一緒にあのくるみポーズっていうのがあるので、一緒にくるみポーズ、これくるみの幸せをくるみポーズ一緒に終わりましょう。せーの、くるみポーズ。なんだっけ、これがハトポーズのバリエーション。